食いついて離さないやばいな。プロ仕様のハメ撮りとかしたいときに、あ、気乗位してるとき、お風呂の中でやっちゃってもハメ撮りとか嫌だなっていう女子がいるときはさっとちょっと置いて、マジで言ってる俺、キリキリちょもちょも、キリちょもちょも、今日はいい日だね。クルチョモチャンネルでもあのバンしてみるやとかね最初初期の、うん、あのこれあのサブカメラでね置いてたね、うん、でまあここをね三脚っぽくしてこう立てて、うんうんうん、だからそれの時伸ばしてると逆に不安定でちょっと怖いし、あーなるほどね、うん、あんま使わないんですよね。それこそ、うん、自撮りその街歩きとかってなったら、うん、俺もさっきのクルちゃんのあれじゃないですけども、うん、GoPro 用のこのジンバル、はいはい、このこうなんですよね。クルちゃんのはちょっと大きいんよね。そうで俺 GoPro 用なのでちょっとちっちゃいんですよ。でまあ長男次なんですよね。そうですね、リアルにあの俺とチョモちゃんのチンコの大きさに、ごめんね、比較このぐらいでした。見たことないただ、うん、難点としては外でバンバン使いたい、はい、うん、アウトドア的にもいっぱいバンバン使いたいけど、うん、これに装着することによって、うん、風切り対策ができないんですよ。外やとボーっていう、GoPro にガチってそのスポンジみたいにはめるんですけど、それをこれだと使えないんですよね。あーなるほどね。そう、用途としては音声を必要としないものを撮るとき MV とかいいですね。うん、そう MV とか撮ったりするならめちゃくちゃ活躍する。うん、エレマグラの MV も実はこれをちょっとね、プルジョももう一人スタッフいるのって思った人いないですか。ムービングカメラというあれ実は僕の嫁が撮ったんですよ。ちょくちょく出演してくれてるね。どんなもんすか。俺はでもそうかな、あーまああと一番大きいお買い物でしたね。なんすかなんすか。カメラもやっぱクルチョモチャンネルの命ではありますけれども、今度はその素材たちをですね皆様にお届けする形にしているこちらの、来るぞ、はい、でねー、マクベクラー、ももちゃんとお揃いこれはやってもうたね、すごいよ。いやそうね、まあこれのせいで私はほんまにもう働きありですよ。毎日パンの耳しか食べてないやっぱ違うんすか前のやつと。そうね、うん、前のパソコンで今の動画たちを編集するってなった時にしんどいことが増えてきちゃって、前のパソコン自体もあれも MacBook Pro で今でも全然通用するぐらいのスペックなんですよ、うん、でもやっぱその動画編集ってなった時に動作が重くなったりとか、書き出しっていう全部編集したものを一個のファイルとして出すのにやっぱちょっと多少時間かかるってなって、ちょっとでもその仕事のスピードを上げるとか動作が重くなるストレスとかもう少しでも軽減できればと思って、これはまあ奮発しましたね。いやーだってたまにツイッターでチョモちゃんがさ、6時ぐらいに仕事終わったみたいなことツイートしてんじゃんいやほんと申し訳ないと思う、ね、好きでやってるからねいやでもすごいいい買い物し、いやでもほんまにこの子はいい買い物したし、うん、でも何やったらもう一段階、まあ、もう何段階かスペックを上げれたんですよ。でも予算との兼ね合いとかもあったりして、まあね、動画編集してなければこれは買わんかったやろうね。だいぶ動画増えてますからね、あのちょもちゃん自身が、あのクルチョモアカウントもそうですし、別のねこともしてるから、動画編集ってこれから先の未来って必要なスキルだと思うんですよ。あ確かに確実に、うん、だからまあなんかね、この3ヶ月でいろいろ詳しくなったもんね、やっぱいろんなことに対して。うん、確かにそうだね。だからきっとね、来年、うん、何かしらこう実を結んでれば、うん、これはもうこの努力の甲斐もあったと報われると信じて。素晴らしいね。泣いてる。まあまあでもないそれ投げてきてよ、本当にマジでエロに説明してや忘れてたわ。もうええよ、マックブックは素晴らしいよ。ちなみに、前のチョモちゃんのパソコンは僕がですね、そう、あの買わせていただきました。そうなんです。いやほんまにね、今日ねちょっと連れてこらなかったんです。雨で。並べたいね。並べたい。久々にあの元の主人の家に帰ってどういう話するのかな。
あの子はすごい気に入ってたから、うん。うん、光んないんですよ、こいつ、背中が。そうなんですよ。うん。僕のは光るんですよ。そう、リンゴマークが光んないんですよ。まあ確かにやっぱ早なった、すごい。それでもやっぱ動画編集ってなると作業したら重たいから、これでも、ああ、もう、お前ももう、あかんのかいってなることはあるけど。あ、マジで？まあでも、やっぱちゃうんやなっていうのは実感できたので。いい買い物だと。いや、本当に本当に。うん、その分頑張ろうってなりました。やっぱでもなんかその、テンションも上がるしね。確かに。うん。まあでも俺はこんなもんかな。ああ、そうっすか。うん。いや、でもだいぶありますね。細かいもんで言ったらさ、いろいろ他にもあんねんけど。うん。このちっちゃい照明とか。あ、これね。いや、俺なんか、工事現場がなんかで、かっぱらってきたのかと思った。いや、その照明とかいるかなと思って、まあ、こうたんですよね。ああ、そうなんだ。もう、そう真面目でしょ。あと、これめっちゃ便利なんですよ。これ三脚。割とこう、テーブルとか置いたらちょいぐらい。そう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 。おー、いいっすね。ほんで、まあ、手持ちするときはまあ、こうも持てるし。ああ、いいね。めっちゃ作りしっかりしてるし。しかもこいつ2000円とかなんですよ。あ、いいね。あのさ、ラブホのさ、ベッドの上にさ、よくさ、ティッシュとかさ、あと音楽を操作したりするパネルとかあるんですよ。そこに多分ちょうどいい身長だよね。そうですね。いや、マジで、なんか、いや、マジでじゃねえわ。いや、素晴らしい、チョモちゃん。こうたなぁ。もうざっと100万は超えてますよね、多分。100万は言ってない。あ、本当？まだ、まだ100万は言ってないよ、さすがに。言ってないよ。うん、言ってない、言ってない。いやー、チョモちゃん、ありがとうございます、本当に。いえ、そんなそんな、こちらこそいつもありがとうございます。じゃあ僕最後にトリを務めさせていただこうかなと思うんですけど、うん、くるちょもチャンネルをね始めようって、ね、あの、うん、去年の去年末やな、そう、二人でな、もつ鍋食いに行ってな、そう、池袋でね、うん、話してな、そう、なんかやろうぜっつって、そうそう、懐かしいね。いや、ほんまにほんまに。じゃあ僕がまず買おうと思ったのが、うん、こちらドローンドローンでーす。まだくるちょもで一回も使ってないな。せっかくこうたのにな。これはトイドローンって言って、200g 以下だとトイドローンっていう表記になって、へぇー。あの、一応、許可が必要とかあるじゃない？飛ばすときに、ね。そうそうそう。うん、それが 200g 以下だと、割と OK なとこが増える、うん。あ、なるほどね。うん。都立公園はダメなんだけど、うん、オイルのせいだぞ、お前。バカ野郎、お前。一応これ DJI の、おーの、DJI のやつなんや。インテルの2つの会社が作ったトイドローン。うん、テロって言うんですけど、まあ使わない。なんか隣の人のセックス見れるかなとか思ってさ。ごめんね。クルチョも関係ねえのこれ。今度これ飛ばしてみた動画撮ろうや。ああいいっすね。あ、一応ね、あのこれ買ったサイトがペットの小島の。うん、ええー。だから割とペットを撮る人が多いのかもしれない。なるほどね。まあこういうのをね、俺たちは駆使してね。うん。週に2回みんなにね。まあでもね、なんだ、思いつかな。割と今回はそのマニアックな話をちょっと長々とし、ね、しちゃったね。みんなにこう笑いを届けるためにいろいろ考えて買い物したり、うん、なんやかんややってるんで、うん、これからもぜひ温かい目で見守っていただければなと思ってますけど、どうでしょう。ね、まあ機材紹介だけで言ったらこうやけど、うん、エログッズ家にバンバン増えてるからね。本当だよ。マジでチンアナゴがいるんだぜ家に。チョモちゃんちもだいぶすごいよね。いやー、うちにはね、エネマグラありますからね。あー、それは強いわ。エネマグラもあるし、大人の粗品もありますし、うん、ペペローションもありますし。やばいよね。前さ、粗品に入ってた、エロ DVD を見たいなと思って。うん、今度二人でちょっと。方言が、俺大好きなんで、うんうん、ちょっと、それもね、今度レビューしようかなと思ってるんですよ。じゃあ、二人で、まあ、それ、視聴会。よくさ、中学生の女子とかさ、4、5人で AV 見たりするじゃん。まあ、俺、小学校の時、あれは、友達んちで5人ぐらいで見たわ。なんなの、それ、マジで。どういう状況だろう、俺、ないんだけど、そんな状況。いや、小学生やからさ、まずゲットできんやん。でも、まあ、友達一人が、お兄ちゃんの、うん、
AV を発見したほう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 みんなで見ようぜみたいになってでみんなでそこまで行ってみたいでしたね。それ勃起したらどうするの。でもね俺苦い思い出やねそれ結構。どういうこと。スカトラやってん。うお小学生やで。これは今決まりました。二人でスカトロ見ようのコーナーが二度と見たくない。あ、そう、うん、いや、うんこ、もうこれ言われへんなめっちゃ言ってるけどこれ何の回だっけまあね、はい、これからもね、この子たちを使って、うん楽しい動画を作っていこうと思ってますので待ってますね。はい、くるちゃんもチャンネルよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。バイバーイ。そして寝ろよ。意外と話しちゃったね。めっちゃ話した。